トミックス。トミックスは、日本の鉄道模型ブランドである。1976年、昭和51年に、玩具メーカーのトミーによって創設されたブランドである。2001年には、同社市会社の株式会社、トミーテックに、事業譲とされた。直流2000式の N ゲージの車両、線路、ストラクチャーアクセサリー、制御機器など、及び、直流2000式の歩、 16番ゲージの車両を製造している。模型専門店のみならず、一般的の玩具店や量販店にも販路を持つことを強みとしている。1959年、昭和34年、プラスチック汽車レールセット、プラレールの元祖以来、鉄道玩具、プラレールやスーパーレールを販売していたトミーは、1974年、昭和49年、 アメリカのバックマン社の N ゲージ鉄道模型製品を輸入し、トミーナインスケールブランドで発売した。単品販売のほか、模型運転に必要な線路と車両、制御機器をまとめた基本セットを発売し、N ゲージの普及を試みた。車両については、バックマン製のアメリカ型車両だけではなく、日本型車両も開発、販売された。日本型車両は、 ED75 系電気機関車や二軸貨車をはじめとしてバックマン製品と同様に香港の軽ー車ーの製造で先行する石水金属製品に比べ安価な設定であった。続いて DD13 型ディーゼル機関車と KSK タイプ C タンクが発売されバックマン製の小型スイッチャーは C タイプディーゼルとして日本風の塗装で発売された。これらの製品は 日本型車両がまだわずかであった、当時の日本の N ゲージ市場に少なからぬ実績を残した。1976年、昭和51年、トミーは本格的に N ゲージ総合メーカーを目指すこととし、ブランド名をトムックス、トミックスに改め、外国への生産依存の姿勢を出して、製品を国産化することとした。また、関連製品を含めて、 鉄道模型システムを構築しているドイツの鉄道模型業界の要素を取り入れ、1977年、昭和52年から N ゲージプラスチック製銅賞付きの組み立て式、レールシステム塗装と組み合わせるストラクチャーや制御機器を発売した。同年、トミー発のホ、16番ゲージ車両として、トミーホスケールブランドで国鉄 EF58 系電気機関車。 国鉄12景客車が発売されたものの、生産は一度にとどまった。なお、直ちに全ラインナップが国産製品に統一されたわけではなく、トミーナインスケール時代に製品化された香港製カ社群など一のラインナップは香港製のママトミックスブランドに合流し、ストラクチャーでも採石場のようにバックマンの製品をトミックスブランドとして発売しているものが一部含まれた。さらには、 国鉄583系電車のように価格の安さを狙って、香港製の新規製品を投入した事例もあったが、これらの香港製品は、国産製品の品質向上に追従できず1980年代中に、到達された。1980年、昭和55年、トミー工業は新たに、栃木県未部町に、栃木事業所、現、 トミーテック本社工場をトムックス専用工場として設立した。その後、1995年、平成7年の国鉄10系客車からトミックスブランドでのほ16番ゲージ車両製造に本格的に参入した。ブランド制定から一貫して N ゲージ鉄道模型のシステム化に力を入れている。特殊な線路、サウンド機能付き制御機器、 レイアウト用品などの関連製品も積極的に展開している。ほ、16番ゲージは車両のみを展開している。製品は射出成形によるプラスチック製がほとんどで、基本的に塗装済み完成品として販売している。製品化の傾向として、1970年代以降の国鉄黄金時代の車両を中心に据え、塗装変更車などのバリエーション展開は積極的だが、 43等以前の車種や蒸気機関車、新幹線及び首都圏を除く JR 型車両、特に優等列車に関してはそれほど積極的ではない。しかし昨今の国鉄車両人気の高まりとともに、見直され C57 型蒸気機関車やスハ32計客車など、戦前の名車の発表が相次いでいる。近年ではセット販売が主体で単品販売は少ない。 N ゲージ車両セットの一部製品は3両セットを基本にしており、マイプランのシリーズ名で販売される線路制御機器とのセットと好きな車両セットを自由に組み合わせることが可能である。ほ、16番ゲージの車両セットは4両が基本となっている。また、実車の新車登場後間もない段階での製品化が、結果的に初期車の少数グループとなってしまう傾向にあり、 使用追加された、ゾ備車両への対応がなされないこともある。同一形式の色違い、使用違いが豊富であり、国鉄車両の広範なグループの地域カラーや、派生形式を積極的に製品化している。近年では、車体部品の共用を行わず、細部の違いを再現するために、専用の金型を製作することも多い。地方ごとに、 特色のあるデザインの車両の製品化もされており、115、k を例にとると、湘南色、横須賀色、山須賀、新州色、長野色、コカ・コーララッピング編成、新潟色、初代、2代目、3代目、懐かしの新潟色、瀬戸内色、美信色、福知山線タイプ、限定品、品濃鉄道色、岡山地区黄色などのバリエーションがある。 JR 西日本207系1000番台電車は再生産スケジュールが予定されていたが321系電車を製品化後の2009年2月に新都職者が発売された JR 東日本 E233 系電車は2000番台の製品化をもって全番台の製品化を達成したただし改造転用された8500番台は製品化されていない 細部にこだわったハイグレードシリーズ、工術の製品は高価であるほか、既存製品も新規金型を使用したリニューアルが実施されると価格帯が上昇する。一方で他社と競合するものや入門者向けの車種では、TN カプラー、工術の装備を省略してオプション品とする、転写シートといった一部のユーザーパーツを増結セットに同梱させる、一部に安な部品を採用するなどして、 価格帯を下げる傾向も見受けられる。鉄道模型メーカーの中では最も多くの新幹線車両を製品化している。縮尺は他社の新幹線車両と同様に1、160としている。最初の製品である200系以来、全周を貫通する形態が実車とは異なるものの、新幹線特有の外滅を再現している。連結器、カプラーは、 フック式カプラーもしくは TS カプラーを採用している。2005年には独特な戦闘形状で製品化が困難と言われた e 4系を各社に先駆けて発売、また7 0 0系3 0 0 0番台、B 編成の発売により運行されている新幹線列車をほぼ網羅することとなった。さらに東北新幹線で行われている山び翼などの2編成の並結運転を収納式、 TN カプラーの採用により、実写同様の実感的な形で可能とした。1986年、昭和61年に一度だけ生産された100系、小窓試作車は造血用セットや、単品の発売もなかったため、レアモデルとされる。2010年時点で、C57 系、135号機、二代目製品、薬機関車、トーマスシリーズなどを発売しているが、 歴史的に見れば、蒸気機関車の製品化にはあまり積極的ではなかった。かつて発売した自社設計の蒸気機関車は、機関車、トーマスシリーズを別とすればケース、K タイプ C タンク、三井不動専,専用線の5号機に似たスタイル、C57 系、初代製品9600系程度で、いずれも短期間で生産終了している。しかし、2015年時点では、 特定番号の胴体保存機 C571C57180C6120 などを中心に牽引される客車と合わせてファインスケールで展開しているディーゼル機関車では実在しないフリースタイルの C タイプ小型ディーゼル機関車も発売しており車体カラーはオレンジ、黄、青、緑、白、茶色の6色があるトミーナインスケールの頃より 種類は豊富で、事業用車など特殊な車両まで展開している。二軸、小型貨車は、他社が二両以上のセット販売が多い中で、一両単位で販売している。初期の香港製の製品は1八十七年、昭和六十二年に製造中止となっている。かつて発売されていたタム六0型は、先述の C タイプ小型ディーゼル機関車と同様に実在しない。 フリースタイルの貨車であったが、現在は、タム500タイプとして発売しており、実車にはない銀色や黄色のものも発売している。また、コム1、積載コンテナである、C10 コンテナも、同様や G1 も、タイプと銘打っており、実車とは、サイズもスタイルも異なる。コンテナ車は、蒸気コム1のほか、古希5500を発売していた程度だったが、コンテナ1個単位で、 着脱可能な国旗5万系を発売して以降、乗せ会用のコンテナや国旗100系列、国旗200といった JR 化の新系列コンテナ貨車、新型コンテナの発売に力を入れるようになった。2000年代に入ると実車同様の大クシースルー化や国鉄型コンテナ貨車の商品化、2016年には完全フラット構造でありながら最高尾の テールライト点灯を再現した商品までもが販売されている。特に国旗5万系で確立したコンテナの脱着機構は、サードパーティー製品を含めた他社においてもほぼそのままの形で採用されるとともに、2008年以降は、ジオコレシリーズのトラックコレクショトレーラーコレクションで発売されたコンテナ輸送用トラックや、鉄道娘コンテナコレクションにも採用された。 このためこれらの商品で展開されたコンテナとトムックスのコンテナ、車両でそうに乗せ替えることが可能になっており、商品パッケージの写真にも使用されている。新台車は 14K14 14型、24K25、K100 番台を中心に長年発売してきたが、2001年以降 14K15、K24K24 型、25K0、 バンダイなどが順次製品化された。今日のラインナップは列車名を冠して、その編成独自の個室車、改造車が含まれたものなどのセット販売が中心となっており、単品販売は少ない。一方で一般型客車は初期から販売している、おは35系及び50系程度だったが、2009年の C57 型蒸気機関車、二代目製品発売の 布石として、60系及びスハ32系を相次いで発売した。なお、2001年以前に発売された客車は、旧型のボディマウント式、TN カプラーには対応していなかった。旧型ボディマウント式、TN カプラーでは、カプラー復元版への構造上連結面の遊びの分が少ないため重心移動によるショックを吸収できず、脱線を起こしやすかったことによるもの。 ただし、2009年になって、新登場したコイルバネ式の改良型ボディマウント TN カプラーは、上記の問題点が大幅に改善され、それ以降の客車の新規製作品はほぼ全てがボディマウント式 TN カプー対応になっている。これによって、従来は連結機能のないダミーカプラー化が必須条件だった客車最後尾の細密表現が、 連結機能を損なうことなく可能になった。小田急ロマンスカー、グス、ファシア、ルス、ヒセヤ、名鉄7000系パノラマカー、東武100系スペーシア等の大手私鉄特急電車とミニカーブレールに対応した小型の第三セクター鉄道の警戒軌道、既製品のバリエーションとして、地方私鉄第三セクター鉄道上と車両がある。 歴史的には1980年代の西部5000系、レッドアロー以降コンスタントに、私鉄車両を製品化していて、私鉄特急電車の分野では、N ゲージメーカーの中で一番製品が充実していた時期も長かったが、1995年発売の東部、100系スペーシアが大きなキャンペーンを行ったにもかかわらず販売が振るわず、 以後2005年発売の小田急ロマンスカーファシアまで10年間私鉄特急の新製品が途絶えることになった。またレールバス等第三セクター鉄道各社の車両も積極的に製品化しているが2000年代以降製品を急速に拡充してきた他社と比べて現在の製品ラインナップは多いとは言えない。特に2005年平成17年以降は同じくトミーテックが 製造販売する鉄道コレクションで販売入れる車種の方が多くなっている。また通勤型車両の製品化には消極的ではあるが2010年以降は E233K ファミリーに属する相鉄11000系電車、小田急4000系電車、都営地下鉄10から300系電車、次車といった新製品を見受けられる。古くからある製品では ナイトや動力機構等の製品仕様が、旧来のままで、近年の新製品と比べて見劣りするものも多く、リニューアルも軽微なものに留まる傾向にある。西部五0系電車のようにリニューアルされることもなく、生産中止となった製品もある。イギリスのテレビ番組、機関車、トーマスの製品群を展開しており、N ゲージでは、世界初としている。機関車は、 トーマス・パーシー・ジェームス・ヘンリーのみで、他に、客車や貨車、ストラクチャー、駅車、水車小屋、風車、スタートセットを発売している。通常の N ゲージ製品、1、148から1、160よりも大ぶりで、玩具的な形態が特徴。1998年度から、総合カタログなどに掲載されていた、予定品のうち、ゴードンの未製品化されず、 2014年度のカタログで発売予定が取り消された。2016年より CG バージョンの顔とコアレスモーターに変更したトーマス・パーシー・ジェームスが再生産された。ちなみにパーシーの動力ユニットは週刊 SL 鉄道模型と猫屋線の蒸気機関車に流用されている。2005年、キハ187型の全民に c c d カメラを搭載した。 TCS 車載カメラ搭載セット、キハ 187K が発売された。走る車両からの全面展望映像をレールで伝送し、アナログビデオ出力して、簡単に楽しめる車両型カメラのセット。音声は対応していない。他社のカメラはマイクロ波で、空間伝送するので壁を隔てた場所や、トンネル内などで映像が乱れたが、本製品では問題ない。 レールを通して伝送するため電動性の良い銀製車輪だが、それでも普段以上に車輪とレールをきれいに維持する必要がある。電波式と違い1チャンネルのみで、一つの線路上には1台しか使用できないが、線路が電気的に切り離されていれば複数の車両を使いできる。また線路配置によって映像が乱れる場合は、ノイズを低減させるノイズキャンセラーを用いるエンドレール型。 フィーダー型、踏み板形。2017年6月には、第1弾として E233K3000 万台の前面に CMOS カメラを搭載した、車載カメラシステムセット E233-3000K が発売された。2018年10月には、第2弾として 225K0 バンが発売される予定である。 こちらは 2.4GHz 対 Wi-Fi 通信を使用したカメラであらかじめ専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレットに VGA の映像を映し出す仕組みになっている。線路側には特殊な加工を行う必要がないが車両を増結させる場合だの動力車にも専用動力ユニットを使用しなければならない。停止時に電力が切れると Wi-Fi もリセットされるため 実質的に常時点灯用のパワーユニットが必要。1970年代にバックマンのホスケル製品をトミーホスケルブランドで販売しており、後に香港製の EF58 軽電気機関車や12、軽客車を縮尺1、80.16、5mm ゲージで発売した。発売前のメーカーの見本市でこの EF58 を 予定価格四千八百円としており、対して日本史で遠ンの N ゲージ第一作目金属製 e f 五十八が予定価格六千五百円と注目を集めた。その後は長らく中断していたが、1 9九十年代半ばに再参入した。トミックスでは一八十スケール十六点五ミリメートルゲージの十六番ゲージ、日本型製品を長らく、ほと表記していたが、 2012年のカタログからは、鉄道模型趣味し、製品の紹介コーナーで永年採用されてい,い、1、80.16、5mm 表記に改めている、品番は、このまーま。品番やカタログにおいては、N ゲージのようなジャンルごとの区分けはされず、一括りで、扱われている。EF66 系、DF50 系、A500 系等の機関車をはじめ、電車、 機動車、客車、貨車を発売しており、一部の製品にはハイグレード仕様のものもある。蒸気機関車は製品化していない。貨車はタンク車、ホッパ車、コンテナ車を中心とした製品展開を行っていて、タンク車、ホッパ車には1両のみの完成品と2両分が入った組み立てキットと2種類の販売形態がある。コンテナ車は N ゲージ同様に乗せ替え用コンテナも展開している。また、南部縦貫鉄道機波重計レールバスをはじめとして、一両でも運転を楽しめる小型車両も多く展開している。さよなら運転など特別な列車を再現した製品を発売している。当日の当該列車に充当された編成や、機関車を車両番号から内装、特別装飾が施された場合は、 その装飾に至るまで完全に再現して品化している。寝台列車の衰退から、さよならシリーズは寝台列車が多く発売されしている。また、各種イベントやテックステーション限定商品として既存製品のバリエーション製品やフリーランスデザインの貨車も発売されている。1976年、昭和51年。 トミーナインスケールからトムックスへのブランド変更と同時に N ゲージとしては日本メーカー初のプラスチック製銅床付き組み立て式システムレールを発売した。これは平面性が確保しづらい畳や絨毯の上で軽い N ゲージ車両を運転しても安定した走行を確保できるものであった。それまでの日本の N ゲージでは銅床のない組み立て式線路を台枠の上に固定して そこで車両を走行させることを最良としていた。しかし、日本では狭い住宅などの事情によって、鉄道模型専用に部屋を持てない状況が多い中、遊ぶごとに付設し、撤去も容易にできる線路の需要が存在している。そのため、十六番ゲージでは、同償付きの組み立て式レールが製品化され、お座敷運転、お座敷レイアウトフロアレイアウトに好んで使われていたが、N ゲージでは、 トミックスレール以前には、銅床付きレールはごく一部の外国メーカー製品しかなく、一般的ではなかった。トミックスレール発売以後は、日本の N ゲージにおいては、銅床付きレールが広しし、日本国外も含めてたメーカーも、銅床付きレールを製品化するようになった。また、ターンテーブルもフロアレイアウトで線路と直接接続できるもので、長らく国内唯一の存在であった。 その一方で固定式レイアウトでの使用も考慮し、同床の厚みは比較的低く固定用の釘穴も開けられている。アクセサリーなどの関連製品が充実しており、システム性が高いことも特徴である。トミックスはヨーロッパで一般的な綿密に計算され、システム化されたレールシステムを日本に導入した。また、輸入に頼らず国産化し普及させたが、 現在では生産拠点をコストの低い中国へとシフトしている。2002年にトミックスセンド製品のジョイナーの耐久性が低かった点を改善し、ファイントラックと名付けて発売した。鉄道コレクションやビートレインショーティーなどの小型モデルでフォルメモデルが多数発売されるようになった。国内他社と比較して種類が豊富で、レイアウトの自由度が高い。 小型化に力を入れており、全長はわずか 70mm の電動ポイントも製品化している。パワーユニットを電源とし、分岐器駆動用のポイントマシンや電動ターンテーブルの制御装置など各種機器を取り付けて拡張できる一部安価な製品を除く。当初の黄緑色パワーユニット時代とネクスト時代は、周辺機器がバラ線交流 17V で、 電動ポイントもバラ線の交流3線式だった。現在は、ネクスト、ネオ、ネクストネオシリーズとして、ポイントも含めた、周辺機器はすべて専用コネクタ経由の直流1 2 v 2線式になっている。これは、電源が高価で重いトランス式から安価で軽い、スイッチング電源に変遷し、交流 17V を出力できなくなったことが、影響している。また、 ネクスト時代から実車の運転台さながらの速度計やブレーキ圧力計などがついたパワーユニットや車両内照明の常時点灯がついたパワーユニットを展開している。ネクストネオになって列車走行音などを鳴らせるパワーユニットや無線操縦のパワーユニットを発売している。さらにデュアルキャブコントロールの技法を応用し車両への加工なしで 複数車両制御を可能とするトノスを開発している。ネクスト時代からセンサーで連動する信号機と踏切を展開している。現在のネクストネオでは信号機は腕儀式と色等式があり、色等式は2等から5等まであり、4等と5等では停止から進行まで全ての現時方式を再現。京急電鉄等のそもそも速現時は表示モードの切り替えで対応した。 踏切は列車の接近を感知して遮断機が上下し4本ある遮断機では2本ずつがる実際の踏切警報器の電子警報音を5種類再現しているユーザーがお座敷運転にとどまらず本格的なシーナリー付けレイアウトに取り組めるように早くから独自ブランドによる商品展開を行っているカラーパウダーバラストレイアウトマット樹木などのほか、 ベース用木製ボード、ボンドシーコーンプラスターなどの DIY 点が存在しないと入手しにくい素材まで、きめ細かい商品展開を行い、自社の販路を用いて入手しやすくする方針を貫いている。初期から販売している木造駅舎、わらぶき農家のほか、商店、ビル、住宅など、鉄道関係以外の建物も数多く発売している。基本的に、 内装や屋上機器類を省略された簡素な形態である。ガソリンスタンド、エネオスジョモ、イデミツコーさん、コスモ石油、キグナス石油や、コンビニエンスストア、セブンイレブンローソンファミリーマート 3F のように、実在の企業名を許諾の上使用した製品も存在する。線路関係では、戦術の信号機と踏切のほか、線路の標識類、ミニカーブレールに対応した。 路面電車の併用軌道が再現できるパーツなども発売している。2009年以降、人形や一部を除く自動車等のアクセサリー類は、ジオコレシリーズのザカーコレクション、情景コレクションに一本化され、トミックスブランドでの販売を中止することになった。2015年、平成27年現在、トミックスブランドの自動車は、フォークリフと、クム8万経貨車に付属する4トントラックのみと、 なっている。樹木についても、情景コレクションの方が、取り扱い品目が多い。1977年により、トミックス総合カタログを毎年発行している。当初から、西暦の末尾二桁で、89という単年表示だったが、1990から1996、十七から八、九十八から九十九、二千から二千三 2004から005から2008から2009と変遷している。2009から2010番からトミックス総合ガイドという名称に変更した。カタログを保管する速報版として小冊子のキロポストを1983年昭和58年により年数回発行している。キロポスト別冊としてキロポストに掲載されたレイアウトを集めた。 レイアウトルーム周辺などを発行している。他にレイアウトプラン集やパーツリストもカタログと別に発行している。1990年代後期から2000年代前半にかけてトムックスデジタル、トミックスデジタルのブランドで鉄道運転シミュレーションゲームなどのソフトウェアを展開した。この他に東芝 EMI から発売されたトムックスのデジタルカタログや ゲームソフト、ガタンゴドン、アイマジックの鉄道模型シミュレーター一部のバージョンの制作にも協力している。また、1990年代頃にはトミックスモデルワールドとして、店頭上映向けのビデオを制作し、途中のタイトルからは一般販売もされた。2001年のトミックス25周年の際には、第17号、総集編として、 VHS と DVD の両方で発売され、これが最終作となった。その後も初心者向けのシリーズ解説 DVD などは新作が発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。